はい、青春秘密基地アーバです。今回お邪魔してきたのは神奈川県三浦市にありますスーパーフリークスさんの方にお邪魔してきました。こちらのお店のある場所なんですけれども、ロケーションが最高といった感じで、目の前はねすぐ海なんですけれども、お店の周りにもね南国のヤシの木のようなもののね観葉植物なんかも植えられていて、非常に南国感も強くて雰囲気がねとてもね海の近くのお店だなということもね伝わってくるんじゃないかなと思います。でこちら入り口付近なんですけれども、こちら大きなオブジェの、ね、大王ちゃんなんかもねお出迎えしてくれるんですけれども、またスプライトのね放浪看板など割と大ぶりな商品の方がねお出迎えしてくれます。また入り口付近にもね裏面とか隠れたところにもね様々なね気配りがされていて、見逃せないのでねあちこちキョロキョロしながら見回してきました。それではねお邪魔していきたいと思います。店内の方は割と入り組んでいて、とてもね面白いスペースになっていました。商品全般としましてはアメリカン雑貨やアメトイなんかがね販売されているんですけれども、基本的にはね古いねヴィンテージものが多いといったような印象を受けました。また少しね古着とかも販売されているので、おもちゃだけではなくね幅広いニーズにねお答えできるようなお店になっているんじゃないかなと思います。また店内ではね簡単なカフェも営まれていて、アメリカっぽいメニューの中からドリンクなんかもチョイスすることができます。なのでねゆっくりとねまったりといった感じでカフェでねお茶を楽しむのも良いかと思いますし、本当に店内の雰囲気が個性的なので、インスタなどの SNS 映えするような写真も多く撮れるんじゃないかなと思います。なのでね古いものに興味がある方や雑貨やね小物が好きな方はもちろんなんですけれども、ちょっと気分を変えたおしゃれなね写真を撮りたいとか、カフェでちょっとまったりしたいといった方はぜひねこちらのねスーパーフリークスさんでねゆっくりとまったりとね時間を過ごされるのも良いんじゃないかなと思います。で店内の雰囲気なんですけれども、非常に個人的にね大好きな感じのね雰囲気になっています。本当に古いねおもちゃや雑貨に囲まれているところと、またねごちゃごちゃっとしていて非常に綺麗にディスプレイされているというわけではないんですけれども、どこかね雑多なところも見受けられるんですけれども、そういったところがねなんかね掘り出し物やお宝がね見つけられるんじゃないかなといったような感じがして、このあたりもなんかねおもちゃ箱をひっくり返したような雰囲気がしていて、個人的にはねかなりねお店の雰囲気としましては20丸30丸といった感じのね雰囲気がするお店でした。あとね商品のねラインナップ自体も非常にレアなものから、 B 級品やねジャンク品のようなググれないようなね本当にガラクタに近いものもね販売されているんですけれども、そういったものも込みで全部自分好きなので、本当にね見ていて飽きないお店になっています。またね非常に貴重でレアでね高額なものもね無造作に陳列されていたり、その隣にね B 級品のジャンクものなんかもね混在しているといった感じで、分け隔てなくといった感じのディスプレイの仕方も非常に参考になりました。でこちらのオーナーさんなんですけれども、夫婦でね営まれていたんですけれども、非常にね感じのいい方たちで、まったりとお茶をしながらねなおかつねお買い物もできてお話も弾んでといった感じで、非常にね心地がいい空間を過ごすことができました。またもともとはね東京の方でこういったねヴィンテージのアメトイショップさんをやられていたとのことなんですけれども、10年ほど前にねこちらの場所に移住してきて、今はね現在はこちらの方でお店の方を営まれているとのことなんですけれども、もともとヴィンテージのねアメトイやね雑貨を販売されているお店をかなり長くにわたってやられているということもあって、非常にね商品自体はハイレベルといった感じで、非常にね貴重なレアなものから本当にねさまざまなね小物雑貨までといった感じで、アメトイや古いものに興味を持ち始めた方からマニアやコレクターさんまで楽しめる商品ラインナップになっているんじゃないかなと思います。店内自体も非常に手作り感があって、非常にどっか温かくてねホッとするような雰囲気が伝わってくるお店になっています。こういったね奥の方までごちゃごちゃとね物がね大混雑といった感じなんですけれども、どれもねこだわり抜かれたコレクターズアイテムといった感じで、やはりねオーナーさんのね長くにわたってコレクションされてきたもののね集大成といいますかね、そういったものがね非常に詰まっているので、一つ一つの商品も非常に苦労されて集められたんじゃないかなと思います。でこちらのお店なんですけれども、カフェのスペース自体も中にもねテーブルの方があるんですけれども、外でもね簡単にねお食事や軽食が取れるといった感じで、こちらもね大自然に囲まれたロケーションといった感じで、非常にのびのびとしていて、どこかね外国に来たような感じがして、とてもね日本じゃないような雰囲気も漂ってくるような感じが非常に新鮮で、アメトイや雑貨を販売されながらも個性的なねカフェも営まれているといった感じで、非常に理想的ですよね。いつかこんなお店が持てたらなと自分をね改めてね感じさせてくれるようなお店になっていました。
で、今回自分はドクターペッパーの方をチョイスして飲んできました。ジョッキの方も用意してくれるので、ジョッキに自分で注ぎながら、まあゆっくりとね、おもちゃを見ながら至福のひとときといった感じで、もちろん自分はカフェでくつろぐのはおまけといった感じで、一番のね目的は古いおもちゃやねコレクターズアイテムを探しに来ました。なのでここからは自分のね好きなエリアや気になる商品なんかを中心に見ていただけたらなと思います。こちらはリーバイスのバナーになります。非常に大きくて存在感も抜群です。あとこちらはアトムとレオの椅子になります。昭和レトロ感ですね。この辺はセブンアップのフレディ君もぐったりとしていました。この瓶のね王冠付きのジュースというものもね懐かしいですよね。あとこちら IC ベアですね。いつかはね自分ね一つ欲しいなと思っているアイテムの一つになります。この辺は小さいねミニチュアボトルですね。あと T シャツや古着なんかもねレトロ感があるアメコミやね様々なタイプの T シャツが売っていました。この IC ベア買おうか迷って、本当は買おうと思ったんですけれども、実はねそれ以上のお宝を見つけました。こちらはねミッキーとグーフィーのこれ笛らしいんですよね。この顔だけなんですけれども、非常にレトロ感が強くてね可愛らしくて、2つともねこちらの方は購入をしてきました。あとこちらはねミッキーマウスが鉄棒をするといったようなアクションフィギュアなんですけれども、こちらドナルドですね。やはり動きがレトロで可愛いですよね。こういったねチープ玩具も販売されています。今回見つけた一番のお宝はのジョーダン1になります。といった感じで楽しいお買い物ができました。スーパーフリークスさんの細かい詳細の方はこちらの方を一時停止してご確認ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。